瀬戸内サニーサニー、どうも香川県 YouTuber の瀬戸内サニーです。今日の動画はですね、香川県に移住してみたいなと思っている人たち必見の動画です。最後までご視聴ください。ただぶっちゃけ移住って言っても暮らしはどうなのとか仕事はあるのとかどんな地域なのってめちゃくちゃ不安があると思うよね。だったら先輩移住者に聞いちゃおう。瀬戸内サニーの移住者に聞いちゃいました。ぶっちゃけどうなのよ香川は。今回紹介するのは香川県の中西部にある善通寺市と万能町の移住者です。まず瀬戸内サニーが向かったのは弘法大師空海の誕生の地として知られる善通寺市です。善通寺市の移住者は2019年3月に大阪から家族と共に移り住み、現在は善通寺市地域おこし協力隊として活躍している中川裕太さんです。移住するきっかけって何だったんですかね。きっかけ、はい、ね、まあ、やっぱり子供が生まれたことですかね。大阪で、はい、結構仕事できるんやと思うんですけど、はい、仕事ができる人だったと。はい、まあ結構仕事人間で、はい、まあ、休みの日とかも仕事したりとか一番になってやるぐらいの感じでやってたんで、はいはいはい、まあ、そこで、はい、子供が生まれて、はい、で全然会えないやんっていうのその時に気づいたんですよ。あ、なるほど。子供生まれて気づいたんですよ。子供生まれて気づいた。家族との時間を大切にしたい仕事人間だった中川さんは善通寺市に移住をしてから休日もしっかり取るなど仕事に対する向き合い方を変えました。ぶっちゃけ、はい、かなり移住をした後、まあ、苦労もいっぱいあったんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、まあ、住むとこ変わるし仕事も変わるしで、はいはい、まあ、友達もやっぱ変わるの で、ね、はい、楽しく喋れる友達というか、はいはい、心をこう開けるような友達みたいなのが、はい、なかなかまあできなかったかな、はい、ただ時間とともにこう友達ができたりとかこう仲良くなる人ができたみたいな感じ。なんか仕事から広がってって、はい、でその友達みたいな感じで、はい、今はかなり楽しくやらせてもらってますね。なるほど。仕事人間から家族を大切にする優しいお父さんに、中川さんにとって移住は生き方を変えるいいきっかけになったようです。結構大阪でも安定はしてたんですよ、はい、で大阪でいるっていうのも一つの選択じゃないですか、はい、で香川に来るっていうのも選択やし、なんか移住ばっかり冒険って感じに見えると思うんですけど、うんうんうん、移住って言っても引っ越しじゃないですか。まあそうですよね。転勤とかね、海外行くと別ですけど、一回来てみて住んであかんかったら帰ろうぐらいの、まあ、軽い気持ちでやればめっちゃ悩むんですけどね。めちゃくちゃ悩ますよ。めちゃくちゃ悩むけど、でも最後の意思決定で決めるときはすごくこうワクワクする方に軽やかに決めないといけないですもんね。そうそうそう、もうそっちでいかんとやっぱりね、なんかこれが嫌やなあれが嫌やなっていうので選ぶもんにそんないいもんはあんまりないかなって個人的には思うんで、どうしてもこうネガティブなこういけない理由をそのうち探し始めますしね。そうやっぱり大阪の方が仕事があるしとか、そう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 、香川むっちゃ仕事あるでしょ。いや香川仕事ありますよ、ね、本当に。そうそうそう。続いて紹介するのは日本一のため池と夏にはひまわりが咲き誇る万能町です。万能町の移住者は2015年8月神奈川県から香川県の地域おこし協力隊として香川県に移り住み、2021年8月から万能町に移ってきた秋吉直樹さんです。この春開店したお店のマネジメントをする秋吉さん、以前は自分が生まれ育った小田原市の市役所に勤めていました。まあ安定は確かにしてるんですけど、小田原以外の場所をこう知らない人生になってしまいそうな気がして、そこにちょっとこう焦りというか不安を覚えて、地元以外の地域で何かやってみたいというふうに思ったのがきっかけですね。都会の暮らしと田舎の暮らし、仕事はもちろん、給
休日の過ごし方も変わったそうです。神奈川にいた頃は、映画館行ったりご飯行ったりテーマパーク行ったり遊べる場を用意してもらう場所に結構行ってたんですけど、こっちに来てからは川があったら近くでキャンプやったりバーベキューできるようにしたり、自然いっぱいをどうやって楽しむかっていうのがすごく自分の中で変わったというかできるようになりましたね。楽しいですよね。なんかやっぱ気持ちいい、自然の中でご飯食べたりするのってなんか無条件に楽しいで気持ちいいじゃないですか。さらに都会と田舎では時間の感覚も違うそうです。大きく違うのはやっぱ電車に乗らなくなったんで、なんかせかせかこう時間に縛られるような感覚って香川に来てからほとんど感じない。どうしても関東にいた頃はこの時間までに乗らなきゃとか、この時間は乗ってなきゃとか、知らない人と席近いなとかってなことはあったんですけど、ここに来てからは一切それがないから、ゆったりしてるなとは思いますね。移住をしたからこそ分かる時間の違い、心にもゆとりができるようです。あんま考えすぎないことじゃないですか。多分完璧な土地ってないと思うんですよ。自分にとって最高の条件な地域ってないと思っていて、行った地域でどう楽しむかの方が重要だと思うんですよね。だから来る前にそんなに考えすぎず、来てからどう楽しめばいいかっていうところを考えることはいっぱいあるんで、まずはそんなに考えすぎず来てみるっていうのはいいんじゃないかなと思いますけど。いかがでしたか？移住のきっかけは様々ですが、新たな場所で皆さん充実した日々を送っているようです。不安なこともあると思います。しかし今日紹介した移住者の笑顔が物語っています。一歩踏み出す勇気があれば毎日が変わります。今回紹介した善通寺市万能町への移住に関して興味を持った方は概要欄をチェックしてみてください。